ロジカル英文読解。第2問です。え、まあ、1問、第1問と同じ問いですね。3つ入れて論理的な文章をしましょう。という話です。Missunderstandings often happen when two people try to communicate but fail to say exactly what they mean or incorrectly assume that they understand what the others have said. ちょっと一文長いですけども。Missunderstandings、誤解っていうのはしばしば起こるのだ。Fan. イなに2人の人が意思を伝えようとする。But この And とか But はね遠い接続詞っていうんだけどもこういうの見かけたらどことどこをつないでるのかなっていうことは考えた方がいいよ。でまあ、形が同じである場合もあるしちょっと違う場合もある。 は、基本的には、遠いっていうのは、等しい位置づけということで、文の中で同じ役割をするっていうことです。で、このバット、どうつないでるのかっていうと、fail to 何や、し損なう。ということは、try to しようとするがし損なう。こうつながりそうですよね。ということは、ここは try to communicate こいつと、fail to say exactly what they mean or incorrectly assume that they understand what the other s u e s e d 長いですけども、ここをつないでると。そして、or。これも遠い接続詞なんですよ。まあ、違う使い方もあるけども。i n c o r r e c t we assume that。間違って思い込んでしまう。でこっちは言えない。ということは、言う、聞く、話す、受け取る。こういう話だよね。で、or で並んでいるわけだ。ということは、これとここも、assume that。ざっといいかと思う。 これが、並んでる。こういう話だから、フェンの塊の中に入らないといけないわけだ。で、単語的にはコミュニケートは意思を伝えようとするわけだね。フェイルトはし速なう。what they mean?mean mean は意味することとか意図。mean も結構難しい単語で、意味するとか、そういうつもりであるとかね。mean to do 何々するつもりだとかね。というのがあるから気をつけようね。で、incorrectly 間違って正しくない。 で、assume。な、これ assume that となってるわけだけども、assume。この単語も結構間違いやすい単語だ。まあ、名詞だと assumption。こうなるけども、assume イコール思う、考える、ではいけません。根拠なく思う。assumption は根拠のない思い込み。こういう形になります。文の展開で言うと、例えば三人称。people でもいいや。三人称が主語で、 こんな展開が来たら、この後はどういうことが来なければいけないか。人々は根拠もなくざっといいかと思っているかもしれないよね。根拠なく思っているかもしれないよって情報を表すメイこういうのが来たら、まあ当然、すぐ次の文とは限らないよ。流れとして、逆説のディスコースマーカーが入るだろうなというように予測しなきゃいけないわけだ。 このアスもんに対して根拠なく思うだから、書き手としては違うんじゃね思い込んでるだけじゃねっていう書き手側が伝えたいこの気持ち、これが入りやすい単語だということは知っておいてください。で、what the other has said.what the other has said.the other っていうのは the other person ぐらいだね。めっちゃ色に関しせないね。まあ、いいか。で、これは、えー、二人いて一人。 もう一人っていう感じだから相手だよ。相手が言っていることを理解していると間違って思い込んでしまう。こういった場合に起こるんだよって。こうきました。そしたら次の分どう来ると思う、まあ、絶対こうだとかこうしかないっていうわけはないよ。だけどどう来る可能性が一番高いのかっていうとどう思いますか誤解っていうのは こんな時に起こるんだよって言ってんだけど結構長いじゃないですか。かそれはこのどんなこんな時ってどんな時っていうようにもうちょっとはっきりしてよって,っていうことでおそらくこれもう少し具体化してくれるのな。そうじゃないと分かりにくいもん。抽象度が高い時とかなんかちょっとこうややこしい言い回しをしてる時っていうのはもうちょっと砕いてよっていう気持ちになるじゃん。 例えばみたいな。おそらく具体化、絶対じゃないよ。おそらく具体化していくんだろうな。もう少しここわかりやすくしてくれるんだろうな。というふうに思って読むわけです。これが情報予測っていうやつで。まあ、外れたら外れたで、ああ、ちょっと違ったんだな、と思えばいいんだけども、情報予測の精度が、まあ、論説文で内容が難しいほど高まります、実は。優しい文の方が、まあ、流れがちょっとガチッとしなくてもなんか通じんじゃない で難しくなればなるほど、カチッとして枠の中に入れないと、こう、理解してもらえないんだよ。だから、抽象度が高い、難易度が高い文ほど、ロジックの流れ。これを気をつけた方が、気をつけると読みやすくなるっていうのは知っておきましょう。でそういう文な時ほど、一文一文読むのに全力をかけちゃうんだよね。そして全体が見えなくなるっていうことが起こりやすいんです。ですかさて、で、後ろ側を見ると、インフェクト。これは、 ディスコースマーカーといえばディスコースマーカーだけども、まあ事実上とか実際のところとか、そういう感じで使う単語です。で、these two different assumptions。これらの二つの異なる assumption ですね。思い込み。っていうことは、おそらく、これ指示語だよねで。指示語っていうのは、これ読んでるときに、どの部分を指しているのかなっていうことは、 しっかりと意識しといた方がいいよ。これ取り違えたら話がずれるしね。実は自由英文を書かせると指示語で書いてるんだけど、その答案を読んだ人間からしたら、それがどこを指してるかは違って見える。ということがよくあって、これは東大とか京大を受ける人たちの自由英文でも非常に多いです。指示語がどこを指してるか、英文だけ読んだらここに見える。こういうことをやっちゃいやすいから気をつけようね。ここで、これらの、まあ、どこを指すか。 これを考えようねって。で、えっと、これらの二つの異なる assumption って言ってるのは、おそらく指示語で、この前にあることを指しているわけだけども、この assume、この名式の assumption が来てるね。だから、こいつ。こいつが assumption。ここに、 具体、ああ、ここにまとめられたんだな。つまり、具体でやすい、このアサンションね。こいつがこの後ろ側の Defrent Assumption。ここに向かったんだろうな。というふうに考えましょう。まあ、論理の基本っていうのは、基本的には、イコール、反対、因果。これがベースです。でこれがベースで、あとは、抽象的なことを言って具体で説明した場合は、 こいつを対応しているはずだなと。こういうことを考えます。で、よく論説文の場合、ちょっとわかんない単語があっても類推しやすいよっていうのは、イコールとか反対を考えて類推しやすくなることもあります。し、この場合は、assume から assumption になっていることで流れが見やすくなっています。が、made hard for the wife and h u s b a n d to communicate clearly. ここはちょっと公文を後で解説しましょう。 ではこの場合どうつながっていくはずかっていうと A は An example of this occurred when この例はこういう時に起こるんだよねって言ってますからさっきのフェンイカさっきのフェンイカこの部分をここに具体化してくれたんだな A wife asked her husband if he wanted to stop for a drink ま、妻が、ask 人 if は、かどうか聞くんだよ。妻が夫に、あなたは飲み物のために休憩したいと聞く。で、since これは理由を表しています。高校だから。they have been driving.they have been driving. これは過去完了って言うんだけど、過去のある時までっていうことだね。これ、時勢が変わってるところは気をつけた方がいいよ。in the curve for a while. しばらくの間、車の中で、それまで運転してきたので、で、アンド。アもね、よくね、そしてって言って並列と思う人がいるんだけども、並列じゃない場合もあるよ。このアン意外に日本人が訳せない、そしてとか、とって訳しちゃう場合があるんだけど、結果、結果を表すアンって言って、それまでずっと車で運転してきただから、妻の側は、 喉が乾いていた。ので、聞いたんだ。これまでずっと車で運転してきて、妻は喉が乾いていた。だから、夫に飲み物休憩したいって聞いたんだ。で、フェンは、公文的にはこんだけ全部ね。このフェンをここで切っちゃうと、カマとかで切っちゃうと、あるいはンスの前で切っちゃうと意味わかんなくなるよ。このフェン。句とか説があったら公文を取るとしたら、説の範囲。 これちゃんと考えないと読み違いが起きるよ。特にカンマとかがあったらね、終わったっていうふうに思ってしまいやすいから気をつけようね。コンセンスは理由で、こっち側、聞いたの理由だからね。カンマで切ってしまわないように読む。これよく起きる間違いで。これはまあ、兄弟の授業をやってても、カンマで説を切ってしまったから全体が崩れてしまった。とかね。いうことはよくあって。まあ、説とか句が読んでて、あれと思ったらどこまでかちゃんと範囲を決めよう。 っていうふうに考えてくださいね。というわけで、ここまでいいね。で、naturally, this upset wife. これは、こっちが a wife。で、こっちは the wife になってて、まあ、2回目なんだろうね。で、このことが、じゃあ、どのことがよって思うよね。当然、指示語。これは、この前にないから、何を指すのかなと思いたい。since、この人、スイス好きだよね。she expected him to ask about her need and wants. この wants は欲求っていう感じで名詞だよ。彼女が必要としているものに欲求について expect 人とる人がすることを予測する。彼が聞いてくれると思っていたから、これは妻をびっくりさせた。こうなる。じゃあこれって何よっていうと The husband、夫は Thinking his wife was concerned only about his needs。夫は 自分の妻、妻夫側の必要性についてのみ、妻が気にかけているんだ、と考えて、ということで、ここは、うん、ing で、分子公文っていうのが入ってます。と思って、で、こういう感じなで、told her Tell that, てる人ざっとね、人にざっと以下という。he did not need a drink. 僕は飲み物いらないよ。と言ったんだ。そしたら、妻側としてはびっくりしちゃうよね。え って思っちゃうわけだ。というわけで、この this。こいつは、この夫の反応。夫の反応を this。で、まとめてびっくりしちゃったよ。っていう話だ。で、実際このような二つの思い込みの違い。思い込み。異なる思い込み。で、ながっていくわけだ。だからこの場合は、こいつを具体化するなと思い。で、フェンの部分がフェンの部分に具体化され。an example っていうように例。 ここで具体化が起きい。そして妻と夫の話になって。そして夫の反応に妻がびっくりしちゃった。というように、意思がうまく疎通できなかったんだよね。っていう話だ。ミスアンダースタンディングが起きたんだよね。っていう話だ。で、メリハードフォーズワイファンドハズバントコミュニケートクリアリー。ここはね、こう、うーん、まあ、メイキッドハード、V、O、C になってて、 主語がそれを難しくさせ,るさせたで主語のせいで難しくなったこういう感じですで「for the husband and the wife to communicate clearly」これは「for to」で「for」が「to」不定詞の意味上の主語っていうやつだね「to」に意味上の主語がくっついていってる場合っていうのはこれだけで一塊と取ってくださいね でこれが一途です。つまり、妻と夫は夫婦だね。が、はっきりとコミュニケートすることを難しくさせたのだ。こういった思い込みの違いのせいで、その妻と夫が、その夫婦が、はっきりと明確に意思の卒をすることが難しくなったのだ。こういうつながりです。いいですかというように、まあ、具体化しました。 ペンからフェンに行きました。まあ、形は一緒になるとは限らないんですけどね。でもこうやって形を合わせた方が見やすいですよね、実際。で、えー、具体が行きましたと。で、指示語をこうやってまとめましたと。ディスって結構怖いよ。前の1号を指す場合もあるし、塊の節とか句を指す場合もあるし、文を指す場合もあるし、前の5個ぐらいの文、全部をディスってまとめちゃうこともあるから。意外にディスは怖い指示語ではあります。これはどこなのか。 ということはちゃんと見えるようにしましょうということですねまあ、こうやって話が流れていきますこの話の流れ何問かやりますけどもこれやっていく中であ、こういうことねこういうふうになっていくとね自分もそういうようにこう文を終えるようにしようというふうに流れを意識して話が読めるようにしましょうっていう練習ですでは次の問題に行きます